宣戦布告直後の奇襲攻撃により、欧州や並びに停戦監視各国軍の艦船やその大半が損害を被った。特に軌道エレベーターの周辺ガンター湾近くに在泊していた艦船の被害が大きい。大破着艇した艦数隻が現地に取り残されている。幸いにも新鋭空母ケストレル2は洋上を航行中だったため敵の攻撃を免れた。ケストレル2はエルジア王国首都ファーバンティへの再攻撃に向け準備に入った。さらにもう一隻空母バルチャーがガンター湾からの飛退に成功した。ただし飛行隊を喪失し搭載機欠となっている。本日国際停戦監視軍は軌道エレベーター奪還任務を再行する。フォートグレイス島基地飛行隊は空母バルチャーと合流、共同してこの任務に当たる。共同任務軍は最初の作戦としてショピンブルグの航空優勢を奪取する。後続部隊の進路確保のためだ。ショピンブルグ付近は現在敵の航空優勢にあり、多数の敵航空機による抵抗が予想される。さらによく聞け、開戦当初より敵は多数の無人機を戦闘に繰り出してきている。ここでまた新しい種類の無人機が見つかった。無人航空母機、通称アーセナルバードに搭載されている無人機 MQ101 だ。アーセナルバードはオーシア軍が中心となり開発し、軌道エレベーター支援のため配備した巨大航空機だが、今回の報告はそれまでもがエルジア軍によって運用されている可能性を示唆している。現実ならば非常に大きな障壁となりかねない。一刻も早い軌道エレベーター奪還を目指そう。幸運が君たちの上にあることを。状況を知らせる。ゴーレム隊とタキシーの2小隊は合流済み、すでに交戦中だ。君たちは戦闘の真っ只中に到着する。明治隊、この空域にいるバンディットを全て排除せよ。現状我が方が優位だが油断はできない。幸運を祈る。明治ワン、冬子。明治ワンよりゴーレムワン、ただいま到着した。明治ワン、それから明治ツー、このまま押し切る。さてトリガー、俺たちの腕を他の隊の奴らに見せてやろうぜ。ゼキ、一度食らいついたら逃がすなよ。雲の中に逃げようが追い詰めろ。狩りの始まりだ。ゼキ、ごめん、これ以上は厳しいぞ。雲の中にも敵がいるぞ。こっちのケツに敵が張り付いた。ゼキを追い詰めろ。ゴーレム2、一機撃墜。ゴーレム2、
ダに敵兵なし、オールクリア。これの兵士はやけに簡単だな。俺たちに戦争を仕掛けるなんてな、バカな連中だぜ。ミサイル接近、倒せ。ブレイク、ブレイク。なんだと、どういうこと。警戒、ミサイル。ゲーム、巨大な機影が接近してきている。全機警戒せよ。まっすぐ戦域外へ向かえ。追っては仲間が食い止める。ゴーレム隊、明治隊、踏ん張ってくれ。そして君らも生きて戻るんだ。さすがにケツに火がついてきた。明治隊、いいぞ。 UAV と渡り合えている。
中のガーゴイル隊、君らの近くだ。うまいぞ。こちらは大丈夫だ。どかした。こちらガーゴイルは、ゴーレム中の100センチメートルから離脱する。撤退中の2機、戦闘態勢に移行しろ。未確認機がコンタクト。ガーゴイル1、ゴーレム2、直ちに応戦せよ。攻撃開始。
侵入攻撃せ、その状態を維持しろ。完璧だ、明日戻ってくると信じてたぞ。別命があるまで待機、次の出撃に備えよ。残念だが、今回の両面作戦は失敗に終わった。クワーバンティを攻撃した空母ケストレル2が被弾沈没した。またしても、艦載機がエルジアの市街地を誤爆したことから、中立国の世論が我々を非難している。我が部隊においても被害は大きかった。しんがりを務めた者たちの活躍がなければ、戻れなかった機体はもっと多かったの。状況は芳しくない。だがここで足踏みしている時間はない。我々は軌道エレベーターに向かわなければならない。